皆さんこんにちは。こんにちは。アバベルオンラインでございます。最近私深夜寝る前に4回ほどテクニカルバトルをやっております。主にラッシュ2でございます。だいたい0時回ってるんですけれども、まあ1時から1時半の間かな。その際には多くの上級者の皆様にご協力いただきまして誠にありがとうございます。皆様のおかげで私はレベルが上がっております。帰省しとる。帰省してます。本当にあの上位職の皆様の圧倒的な火力を見るにですね、私も早く上級職になりたいと思い始めている今日この頃。ほんと強いからね。こっちが何体か倒してる間になんかもう、あ、こっちが何体か倒してる間にブワーってボーンだからね。ブオーでボーンでクルクルクルでバシバシバシだからね。ほんとすごいよあの人たち。テクニカルラッシュ2でさ、600体とかいっちゃうからね、討伐数。皆様、夜もし私とテクニカルラッシュで出会った時はちゃんと戦ってくださいね。どういうことですかそれは。あのみんなの経験値もらいましょうよ。バシバシやってくださいね。戦わない人とかいるんですか。戦わない人、たまにね、あ、村井だって言ってね、チャットだけしてる人いるんですよ。ダメです。戦ってください。参りましょう。皆さんレベルめっちゃ上がってますよ。バレた。13ちゃんに行こうましょう。ログイン。ちなみに私たちはチャンネルを固定しておりません。 13で、本日はテクニカルバトルなんですけど、ラッシュではなく、私が夜なやっているラッシュではなく、ボスラッシュ。以前木のボスだけ倒して、その後ねやられちゃったんですよ。木のお化けじゃなかったっけ。やられたのがその次の木も出てたし、なんか魚みたいなやつ出てきましたね。魚にやられたんじゃなかったっけ。で、まあまだ1体しか倒せてないんですが、まあ我々かなりね実力上げてきてますから、心でちょっと再度挑戦はいかがだろうかというのが今回の戦い。よっしゃ、どうすか。やりましょう。いいっすよね。ちょっと私その前にちょっとスキルのショートカット変えていい。どうぞ。ラッシュ仕様じゃないようにしていい。あ、今村井さんはラッシュ仕様になってる。そうすげえな。 OK。 じゃあボスラッシュのここ行ってみようか。今回はパーティーメンバーのみで行こう。我々の力試しだこれ。もし作ってさ、上位職の人とか入ってきたらもう一人で、なんか我々なんか感染モード。おおーすごいなー。あんなことできるんだってなるよ。なる。さあ、そんなわけでお前たち集え。参加。さあ、いやー久しぶりのボスラッシュだな。最近はこまごまとしたハエばっかり戦ってたからな。トンボかハエかよくわからない。トンボかハエか。また高橋だ、来い。よし、いいか。目標は3体。3体目に行く。行こう。バトル開始。ゴー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 。あ、そうか、最初はこいつなのね。よかろう。先生パンチャー渡した。ほら、ジャバオック懐かしいな。ただ手応えを感じているよ、昔に比べて。あ、やばい、死にそう。ただリオナリに頼らずポーションで行ってしまった。やれ、存在しろもしないから。ほら、よけんな。こいつ結構ぴょんぴょんすばしこいな。ぴょんぴょん。ただ見てみろこの敵の HP の減り方。もう半分ぐらいいってますよ。半分ぐらいいってるぞ。あら、ほっとします。おお、せやいけるで。これまた避けられた。いけるぞ。昔に比べて我々かなり強くなってるぞ。もうちょっとだ、もうちょっとでジャバックを倒す。じゃあ、これ目が2体目、木のお化け。魚？あ、出てこないんだ。おお、ちょっと様、ほら
もうちょっとだぞ。ほら、2分でジャバオックを倒すんだ。ほら、いけ。あ、また避けられちゃった。いけ、ほら、せや。あ、尻尾を地面に刺した後ってあんなに来るんだな、範囲的にダメージが。おや、もうちょい、もうちょい、あ、来るぞ、でかいの。よし、せい、とどめ。おらー、全然とどめになってね。あれ、え、やられたし、やばい、 SP なくなった。やられたし、やばい、回避、あ、回避できるぞ、あの攻撃。来る。そう、 SP 回復薬を使おう。ほら、ほら、こいつラストなんかしぶといな。あれ、マミュートンのなんか魔法が空を切って、おっしゃ、あー、もういる、もういる。こいつやで、前回ここで私たちはやられたんだ。フォルネウスか。あ、潜った、潜った。おりゃ、意外と、あ、いた、結構回避アクション重要だな。いいね、マミルトン。こいつしかもなんかかなり、あ、なんか来る、方向来た。あれ多分人生で一回しか撃てないと思うんですけど、あれぐらいのパワーだとな、本来ならな。すっげえ精神統一して出しても予備予防になっちゃいました。本来の年齢ネテロさん、ネテロさんの話ね。おお、一回死んでちょっといろいろと回復したい気持ちもあるが、もう時間が1分しかない。やばい、やばいやばい、潜ったぞ。おお、あー、くそ、すばしっこい。あー、すばしっこい、いた。ただ我々のボスラッシュはここが限度なのか。あと半分ですよ。30秒、あっという間や。ただ一回も死んでない、私かなり成長した。一回も死んでない、そういうの。あの、この中で死んだ人が一人いるらしいです。誰だ。こんなところで死ぬような負けない男は誰だ。あと15秒しかない。でも結構削れてるぞ、なんだかんだ。方向来た。方向の時攻め時ですね。横からな、タコ殴りだぞ。あー、避けない、沈んだ。これで終わりか。出てこいや。ほら、方向だ。おお、あれ最後に倒したんじゃないですか。あれ、いや、でも HP 全然残ってたから、あれ倒したわけじゃないでしょ。ビチビチビタン。懐かしいですね。なるほど、1体か。っていうか15体倒してる人ってどういうこと。とてつもないな、我々の実力はここだわ。2体目がまだ倒せないっていうレベルだ。あとちょっとでしたね。なあ、強い。人数戦か。パシャンドアキラを、ゴーリアですからね。タカシャンドアキラさんを召喚しないと。なるほどな。強い。やっぱり我々ちょっとレベル上げて上位色というものにならないとあかんのじゃないか。壁を感じる。そして上位色も一個じゃないですかね。どれになるかはそれぞれみんな進路を決めないと。進路。そろそろそんな時期ですか。進路相談の先生とか いるのかな。星野プロデューサーに進路相談。あ、そうですね、それいいね。次やったらいいじゃないですか。やろうか。いや、でもぶっちゃけ今私レベル47とかでスキルとかもそこそこレベル上げてるつもりではあるんですけど、ソロプレイだと階層的に今我々8階だっけ、はい、
結構しんどくない？しんどい。あいつら強いんですよ。8回行ったらさ、タコ殴りにされない？されますよ。やられちゃう。これはもう深夜のテクニカルラッシュがはかどりますよ。そうですか。酔い越しの DP も持たない。そうですね、まさにそれ。もう上位職の人たちに助けていただいて、ラッシュラッシュです、連戦ですよ。まあ皆様もそんな感じで楽しんでいきましょう。はい、ではまた深夜のテクニカルラッシュでお会いしましょう。皆様ご視聴ありがとうございました。マックス村井チャンネル、チャンネル登録がお済みではない方はぜひともこちらのボタンから登録ください。スマホの方は概要欄にリンクがございますので、そちらからどうぞ登録をよろしくお願いいたします。そしてマックス村井アプリが iPhone 版 Android 版両方ございます。この YouTube チャンネルの動画だったりとか、私の日記が非常に見やすいものとなっておりますので、どうぞそちらもダウンロードください。リンクは同じく概要欄にございますので、そちらからどうぞダウンロードで